ヤーコポ・サンソビーノ像ベネツィアの首脳の非常に装飾されたロジェッタ・ヤーコポ・サンソビーノはイタリアのルネサンス期の建築家、彫刻家。ベネツィアの主導的建築家として活躍し、正規ルネサンス建築を導入した。1486年、フィレンツェに生まれ、アンドレア・サンソビーノの下で彫刻家として修行し、元はヤコポ・タッチと名乗っていたが彼の名を譲り受けヤーコポ。 サンソビーノと解明した。ローマでは、ラファエロとドナトブラマンテから知らせをもらい、ガカペルジーノの十字架効果を書く際に使用したワックス彫像を作成した。1511年にフィレンツェに戻り、大聖堂から聖ヤコブ、現在のバルジェロ美術館からバッコスの大理石像の依頼を受けた。しかし、サンロレンツォ教会の正面を飾る彫刻の企画は、ミケランジェロによって拒否された。 その後、ミケランジェロがこの企画を担当したことから、彼は1518年に辛辣な抗議文を書くことになった。1510から17年の間、彼は画家のアンドレアデルサルトと工房を共にし、モデルもシェアした。その後、ローマに戻り9年間、1527年のローマ略奪まで彫刻家、及び古代彫刻修復家として働いたが、 事件後、ベネツィアに逃れた。彼はそこで、サンマルコ大聖堂のドーム修復に携わり、1529年には、サンマルコ大聖堂改修の初代監督官に任命された。彼は、1535年から、パラッツォ・コルネル・デッラか、グランデの建設を、はじめ、未だゴシック的要素の濃い大運が周辺の邸宅建築に古典主義的手法を導入した。 1537年から1554年にかけて、別サリオーネスーキ教の寄贈した書物を収蔵するために計画された国立マルチャーナ図書館、及びゼッカ、ベネツヤの首労の非常に装飾されたロジェッタの設計と建設を行い、彫刻と建築の融合した装飾性の豊かな建築を創出した。ありがとうございます。